皆さんこんにちは、奈良岡莉子です。今日は、最近の購入品を紹介したいと思います。私靴下大好き で靴下をねこうついつい買っちゃうんですよ。やっぱ単価が安いじゃないですか。で3足1000円とかのねちょこちょこ買うんですけど、やっぱりね3足1000円のやつは結構すぐダメになっちゃいますね。こう足首の周りのゴムのところがすぐゆるゆるになっちゃったりとか、あと穴とかもね開きやすかったりするし、あと履き心地があんまり良くないのが多いですね。で最近はちょっとリッチに1足いくらっていうのを買うことが多いんですけど、靴下屋さんとかね普通にありますけど、意外と皆さん知らないんじゃないかなって思うのがケイユカの靴下です。ケイユカわかりますかね。雑貨屋さんなんですよ。食器とかあと日用雑貨とか、ほんとタオルとかいろいろ置いてるんですけど、そこのね靴下が非常にいいということで、まとめていろいろ買っちゃいました。どーん、これとかこれとかこれね、他にも買ったんですけど、今もうすでに履いちゃってるやつが何個かあるんで、ちょっと今手元に新品のが3つしかないんですけど、これがね非常にいいです。でおすすめがこちらです。締め付けずたるみにくい足型フィットっていうこのボーダーの靴下なんですけど、まずデザインが可愛いですね。赤とちょっとベージュ、かかとのところだけ紺色なんです。このカラーリングはとっても好きで、これ2色買いですね。こっちはグレーとブルーにかかとがベージュです。この色味めちゃくちゃ可愛いですよね。で、まあ、お値段はねそんなに可愛くなくて、いくらだったかな、1足800円とかです。ねえ、3足1000円とかと比べるとちょっと高いんですけど、すごく履き心地がいいです。でこのタイトルにある通り、本当に締め付けずたるみにくいんですよ。ここの足首のこのビヨンビヨンのところ、ここがね非常に履いた感じが気持ちいいんです。結構跡とかになるじゃないですか靴下って。でもそれにもならないし、履き心地がとってもいいです。1足こちらっていうかの、こちらは機能性サポートソックスシリーズっていうのがあるんですけど、これもちょっとまとめ買いしまして、私最近ちょっとジムに通っていて、ちょっと運動とかしてるんですけど、走る時とかにやっぱり靴下すごく重要なんですよね。もちろんいい靴を履いたところで靴下があんまりダメだと、なんかね足元ちょっとしっくりこないんですよ。いい靴下を知っちゃったからなのかもしれないんですけど、っていうのもあるので、やっぱ普段ちょっと外出るだけでも、ちょっとこう機能性のサポートソックス、この足の形状に合わせた 3D 設計っていうふうに書いてあるんですけど、こう土踏まずをねこうリフトアップするようなサポートの機能があったりとか、吸水性に優れていて、あとね匂い防臭加工みたいなのもしてあるので、この時期ほんとこういうスポーツ系のソックスおすすめです。これもねまあまあするんですよ。1000円ぐらいかな。靴下1足2000円ってね、ちょっと痛いんですけど、ぜひね、こんなに違うのかっていうのをね、すぐ実感できると思うので、ぜひ試してみてほしいです。ほんと足が全然疲れなくなるので、もちろんスポーツされない方とかでも、立ち仕事の方とかね、ぜひおすすめなので、これは、一個試してみる価値あるじゃないかなと思います。こんな感じで今日はちょっとおすすめの靴下でした。皆さん靴下屋とかね、無印良品とかのもねいいとか言いますけど、私は一番ケイユカの靴下が大好きです。もちろんケイユカにも3足で1000円の靴下もあって、それもその辺の靴下より全然いいので、ぜひ試してみてください。デザインも可愛いのたくさんあるんで、きっと衝動買いしようと思います。ということで、今日も動画見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで、奈良岡莉子でした。バイバーイ。